皆さんこんにちは、証券ママです。今日はピーマン青じそ味噌を作ります。ご飯にのせたり、おにぎりに塗ったり、冷ややっこにのせたりと、いろいろなものに使えます。冷蔵庫で保存もできますので、ぜひピーマン大量消費にもいいので作ってみてください。それでは材料です。まずピーマンです。今日ね、これピーマン、うちのピーマンで小さめで8個あります。重さは 150g くらいです。重さでやってください。それから大葉が10枚、青じそですね。それから調味料の方です。合わせ味噌が 80g、 それからお砂糖が 30g、 それからお酒が大さじ1、みりんも大さじ1、鷹の爪の輪切りが小さじ1/2、白ごまが小さじ2、それから焼いていく時のごま油が大さじ1です。材料は以上です。はい、それではね、まずピーマンを切っていきます。今日はですね、これね、縦半分に切ってこう種を取ってもいいんですが、今日はね、種のまま使います。気になる方は種は取ってください。ちょっと上のヘタのここだけちょっと切り落としますね。ここね、はい、もうちょっとでしょうか。はい、はい、こんな感じに切り落としたら、これを全部みじん切りにしていきます。もう適当にね、この種ごと全部みじん切りにしていってください。少しこう飛び散りますけれども、はい、こんな感じで、もうピーマンはね、よく洗ってあります。はい、ピーマンはこのようにね、ちょっと粗みじん切りにねしました。今日は種やワタも使いました。ヘタのちょっと硬いところだけ取って、あとは全部粗みじんにしました。そしたら大葉も切っていきます。大葉これ今日10枚あります。これね、お好きな量でいいと思うんですが、もう少し入れてもいいんですけれども、今日は10枚入れます。茎を切っていただいて、大葉はですね、こんな感じに切っていただいて、今日は千切りではなくて、ちょっとこの1センチ角、5ミリ角ぐらいにね、切りますね。はい、そしたらですね、先に調味料を合わせておきます。はい、まずお味噌ですね、今日 80g くらいあります。今日はね、これ合わせ味噌です。はい、それからみりんですね、みりんが大さじ1、それからお酒も大さじ1です。それからお砂糖が 30g 入ります。はい、そして一度ここでね、合わせ調味料をこうやって混ぜておきます。こうするとね、楽なので、まずこうやって混ぜておきます。お味噌のね、この塩加減にもよると思うので、ちょっとね、この辺は調節してもいいです。それでは炒めていきます。はい、それではね、フライパンに火をつけます。はい、そしてごま油をね、大さじ1でしょうか、入れます。はい、そして鷹の爪の輪切りも入れます。で、ここで少しね、焦がさないように少しこう辛みを出しますね。はい、こんな感じでね、油がジュージューいってきたら、ピーマンを入れます。火面はね、まあ、中火ぐらいでいいと思います。そして炒めます。はい、こんな感じでピーマンがこうちょっとこうしんなりしてきました。そしたらもうピーマンは火を通っていると思うので、ここで一度火を止めます。そして先ほど合わせておいた合わせ調味料全部入れてしまいます。これ必ず一度火は止めてください。
はい、調味料が全部入ったら再度火をつけます。はい、そしてやはり中火の弱めぐらいで、このねお味噌がもう少しこれ水分が飛んでいくまでこれね炒めていきます。はい、こんな感じでだいぶ煮詰まってきました。ここに気をつけてくださいね、あのちょっとお味噌焦げやすいので、ちょっとこう箸とかでやってこう線が描けるぐらい、こがねフライパンの底が見えるぐらいになったらもういいです。そしたらここで火を止めます。はい、もう少しね煮詰めても、まあこのぐらいでいいですね、こんな感じですね。はい、そしたら最後に大葉ですね、大葉の切ったものを入れます。これね必ず火を止めてから入れてください。はい、それからごまですね、白ごまを小さじ2入れます。はい、そして混ぜます。白ごまとかがねこれ水分吸うので、これでちょうどいい感じになります。はい、でこう軽く混ぜて、はい、これで出来上がりになります。はい、これでピーマン青じそ味噌の出来上がりです。とっても美味しそうにできました。はい、こんな風にね出来上がったのでいただいてみたいと思います。今日はねあの冷ややっこにね乗せてみましたが、これね白いご飯に乗せていただいてもいいですし、あとキュウリにつけたりして、もろきゅうとかにつけたりしてもとっても美味しいです。じゃあね失礼していただきます。じゃあちょっとスプーンでね失礼します。はい、こんな感じです。じゃあいただきます。うん、結構濃いめのですね、甘めのお味噌になっています。ただね今日は鷹の爪を入れているので、時々ちょっとピリ辛くて美味しいです。お子さんにはねこの鷹の爪なしで作ってあげるとこれ美味しくいただけると思います。今日はねピーマンの種もワタも入れたんですがね、ほとんど気にならなくて美味しくいただけます。うん、美味しいです。ピーマンはねこの種と中のワタにすごく栄養があるということで、こうやって細かく刻んでしまって炒めたりすると本当に気にならなくなるので、種やね綿も一緒にこうやって作ってみてください。ピーマン大量消費にもいいですし、これとってもね美味しいのでぜひ作ってみてください。これおにぎりにね塗ったり、あと白いご飯にのせたり、いろいろに使えますのでぜひ作ってみてください。それから保存なんですが、こういった清潔な瓶に入れて冷蔵庫に入れておくと、だいたい1週間から10日は保存できますので、取り分けるときには清潔なスプーンとかお箸で取り分けてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ピーマンを使ったレシピの動画は他にもありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。